こんにちは。はる寿司へようこそ。中野でございます。引き続きまして、開拓当主の森本さんと一緒にお寿司を食べながら飲んでおります。まあ、森本さん、ちょっとこっち。ああ、すいません。いただきます。日本酒ですね、やっぱね。鳥取県産の純米酒でございます。我々ですね、長期投資にこだわる一方で、その1億2700万人の日本の人たちあまねく自立して財産形成してほしい、この思いがあるんで、地方っていうものをすごい大事にしてますね。僕自身も北海道から九州までいろんなところにセミナーしに行ってますけど、地方に行くとその地方にいる人たちの思いが直に伝わってくるんですけど、やっぱりいろいろ考えさせられるんですね。東京の人たちと全然違う思いっていうのがあって、それはやっぱ特に森本さんのような地方出身者、すごく共感するところもあるでしょうし、変わってほしいなっていう思いもあるでしょうし、いろんなことを考えられて、地方でこう特に鳥取島根、そういうところに熱い思いをこうぶつけられてる日々なんでしょうけども、そういえばこの間、ついこの間鳥取の国会議員の田村幸太郎さんと一緒になんかセミナーを鳥取でやってきたって聞きましたよね。そうなんですよ。どんなイベントだったんですか。いや、今回ですね、国会議員の田村幸太郎さんと、あと沢上投資の沢上さんと、それと私と一緒にこう鳥取のこうぐるっとセミナーやってきたんですけど、というのも田村さんは非常に金融が強くてですね、いかにこうお金というのが我々の暮らしにとって大切かというのを、そういうのに全然関係のない鳥取の人たちにやっぱこう知っていただこうということで今回行ってきたんですよね。で、結果としてすごく盛況でたくさんの人に来ていただいたんですけども、鳥取ってですね、私も森本さんに連れられて何回ほど鳥取でセミナーをやったことあるんですけど、とにかく人が住んでないんですね。どこ歩いても人がいないじゃないかと。鳥取県だけで何人でしたっけ。60万人ですね。60万人ですよ。杉並区よりも少ない。杉並区より少ないと。で、鳥取市、山陰地方最大都市の鳥取の人口は20万人でしたっけ。20万人ですね。これはね、本当に人が少ないんですね。そういうところにあえて森本さんが変わってもらいたいという思いをぶつけてるんですけど、鳥取の今置かれている問題点というのは非常に日本の地方の問題をケーススタディする上ですごく典型的な地方だと思うんですけど、どういうところにあると思いますか。やっぱりですね、鳥取だけじゃなくて地方全体がそうだと思うんですけども、そのグローバリゼーションの恩恵に良くしてないんですね。というのも、例えば東京とか、そういう大都市っていうのはやっぱその国際的な、トヨタとかですね、ホンダとか国際的に展開している会社の本社なんかがあったりして、そのグローバル化の恩恵に良くすることができるわけですね。ところが鳥取なんかだとそういうグローバル企業って全くないですから、その世界、その日本がどんどん世界に出ていって、地球規模の経済の恩恵に良くしているのにもかかわらず、地方はその逆なんですね。全くそういう恩恵に良くしていない。どころかどんどんこう仕事がなくなっていったり、中国との競争に敗れて工場が向こうに行ったりとかしていってるっていう、そういう状況なんですよね。よく今格差が問題になってて、で、地方と都市部の格差っていうのはやっぱりこれは政治がいけないんだと、竹中小泉改革のせいでこうなっちゃったとかって今言われてて、それはね、大間違いだと思うんですよ。要するに地方に格差が生じたってのは、森本さんがおっしゃった通り、グローバリゼーションに対応しきれなかった地方が負けていってるわけですよね。沖縄なんかね、コンベンションセンターとかコールセンターとかやっぱり引っ張ったりとかもしてますからね。だからやっぱりどうやったら地方が活性化できるか、これはやっぱり今までの20世紀型で中央に対して道路作ってくださいとか橋かけてくださいとか公共工事やってくれっていう、そういう流れで口を開けて待ってたって格差埋まんないですよね。そうなんですよ。だからもうやっぱり自立して自分自身の頭で物事を考えて、どうやったら地域が活性化するだろうかとか、どうやったら自分たちの収入が増えるだろうかってやっぱ考えないといけないですよね。それは中野さんのおっしゃるように、もうあまりにも長い間それを中央任せにしてしまう、それはもちろん中央も悪いんですけど、僕はやっぱりその地方にもね問題あるのかなと思いますけどね。
そういう意味ではやっぱりまず地方がこれからいやおなく地方分権ってのがこう起きてくるじゃないですか、うんうんうん、で道州制がもしかしたらもうすぐ始まるかもしれないと、うんうん、そうした時にやっぱり例えば中国地方と九州地方の競争が始まるわけですよね、うんうんうん、この競争っていうのはやっぱりその地方地方の独自の力っていうものをどうやって高めていくか、うんうん、特徴をどう出していくかっていうのが一つのやっぱり課題だと思うんですけど、うんうん、例えばじゃあ森本さんのそのコミットしてらっしゃる鳥取島根、うんうんうん、こういったところだったらどういうことをしたらいいと思いますか。これはですね、東京と真逆をやるんですよ。要するに、うん、経済では負ける、うん、人口でも負ける、うん、じゃあ何やるか、うん、自然があるわけですね。ど田舎を砂丘があるそうですアピールするでですね、まあ、一つちょっと一例申し上げると鳥取にですね境港っていう錆びれた町があるわけですね。いや有名な港なんじゃないですか。人口3万人ぐらいしかいないんですけど、そこにですね水木しげるさんが水木しげるさん の出身なんです。ゲゲゲの鬼太郎ね。そあそこの妖怪ロードってのができたんですよ。え境港ですか。境港。そしたらですねなんと鳥取の人口って60万人しかいないのに、その妖怪ロード妖怪がこうたくさん置いてあるんですね、たったそれだけなのに今年間200万人の人手が出てるらしいんですね。一方鳥取で一番有名な鳥取砂丘、これ160万人しか来てないんですよ、はい、だって面白くないですもん。この時期ですねいやすごい楽しいところです。そうなんですよ。それで問題は何かっていうと、ただその妖怪ロードに200万人も人が来るんですけど、みんな泊まるとこがないからって言ってそのまま見て帰ったり、そのまま通り過ぎてですね島根の温泉に泊まりに行っちゃったりするんですよ。松江とか近いですかね。近いんですよ。新宿とかね、だからこれはまさにファンドなんですよ、うん、ファンド田村さんなんかが話してるのが、妖怪ファンドを作ろうと。妖怪ファンド、それ真面目に考えて、真面目なんですよ。すごいどういうアイディアかっていうと、そのこの妖怪ロードのですね真ん中ら辺に妖怪ホテル作るんですよ。妖怪ファンドを通じてこういろんな人からお金を集めてきて妖怪ホテルを作るんですよ。で妖怪ホテル作ってですね、面白いですよ。いらっしゃいませって家が来てるんですよ。で布団は塗り壁、枕は一旦木綿で、で雨が降ったら傘を開けるとかね。いいですね。でエレベーター乗るじゃないですか、こうビッて。でエレベーターこう押して、開いてこう上上がろうと思ったらなぜか地下1階にこう開いてビヤーって真っ暗になってるとかね。こういうのやろうと。でいいんですよ、まあ、こう例えばこう寿司食べてて、食中毒になったら大問題じゃないですか、これいいんですよ。たたりだって妖怪のせいだって言えますから、何でもありなんですね。そうなんです。でも大事なことは、そういう、こうアイディアを使って、そしてこう市民の人からお金集めて、そしてその人たちが、いろんな人が来て楽しんでもらって、そしてそこにお金を落としていける。そうすれば雇用だって生まれるし、自分たちのアイディア次第なのと思うんですよね。要するに地方が何でお金を稼ぐか、経済が動くようになるかといえば、まず人を呼ぶコンテンツなんですよね。で人を呼ぶってことは、そこに何か魅力のあるワクワクするようなものがあればいい。で一方でせっかく妖怪ロードを作ったのに、そこを素通りして新宿温泉に行っちゃうんじゃ意味がないと。そうなんです。それはやっぱり泊まってもらって酒飲んでもらって、そう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 、妖怪定食食ってもらってと、妖怪汁とね、妖怪酒飲んでね。あ、いいですね。やっぱアイディア次第なんですよね。あまりにも国に頼ってお金くれお金くれ、自分たちで考えようよと。その妖怪ファンドっていうのを作って、妖怪ホテルを作ると、でこれ誰が主役でやるんですか。もちろん地元の人たちが主役なんですね。僕らはその、まあ、ファンドを作ってお金集めとかのお手伝いはしますけど、実際にここで働くのは地元の人たちだし、いろんなアイディアを広げていくのも地元の人たちなんですね。例えば坂上の隣ですね、米子っていう米子市があるんです、はいはいはい、これがひどい町で夜シャッター街なんですよ。しましたね。そこにね妖怪列車走らして町に着くでしょう。そしたらもうシャッター街で何にもないんですよ。怖いでしょ。それも妖怪の村じゃないですか。そうなんです。そこにだからそこ水木さんに絵描いてもらって、そこ歩くだけでもまさにこの楽しいです、ね、田舎を逆転とってやるというアイディア次第。その話進んでるんですか。まあ、これねやろうと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いします。開拓ファンドが企画する、へえ、まあ、こういう世界っていうのも我々長期投資を標榜する者たちの一つのミッションだったんですね、うん、日本っていう国を元気にすることで世界に日本の魅力を情報発信して、そしてお金を集める、それから人も集める、
人を集めればお金が落ちる、そしたら日本も活性化する、経済ぐるぐる回りますからね。そうですね、これが経済の基本ですから、うん、そうやって世界の中の日本というものを作っていこう、これがやっぱ長期投資の基本的な考え方ですから、そのお金をまず誰が出していくんだって言ったら我々生活者なんですよね。そうです、我々が持ってる日本のお金って780兆円の預貯金がある、これをそういう形で経済を動かすために使おう。そうです、銀行任せにしちゃいけないんですよね。銀行に置いといたらお金は失業ですよね、うん、これがやっぱ長期投資の一番の目的ですから、そんな思いをやっぱ僕ら二人でこれからも伝えていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。